ございます。ああ。警察の方が結構たくさんいらっしゃいます。今日は警護が大変なんでしょうね。公安の方々もたくさん待機しています。今から慰霊祭が始まるようです。インギーさん、おはようございます。お久しぶりです。なかなか、はい、撮影など配信までできなかった。はい、こんにちは。多くの方々が集まっております。関東大震災遭難者秋季慰霊大法要はい、東京大空襲犠牲者名簿紹介受付というのがありますね。報道の方ですか？何ですか？報道の方ですか？はい、そうです。あ、どこの方ですか？あと、YouTube です。あ、じゃあここで あのプレスはできないので、はいはい、一回まだ空いてるから、はい、あちらのみんながいるところで入ってます。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、こういうふうに、まあ、行われるところで、朝鮮人犠牲者追悼式が行われる会場になっております。あ、そうです。あの慰霊祭も中継されますか？はい、はい、またじゃあ、うん、あの YouTube で拝見します、はい、今これは直前情報を流してるんです。朝日新聞の北野さんがお声掛けくれました。じゃあこっちから
ちから回りますか。雨が降りそうですが、曇っていてちょうどいい気温になっております。そうです、そうです。じゃあ俺もちょっと近くとかよく分かってた。どこの位置そよ風。そよ風は外から、今から行くんですけど、外から行って、中に入る。あっちの入り口になります。わかりました。ちょっとこっちもちょっと確認しないと。じゃあ行きます。標準的に規制者の、はい、それは受付しちゃうんですか。いや、受付はしてないです。これはこのプレスはどこの、つまりでも誰にも何も言われて咎められてないですか。咎められてない。だからこれナイスプレーだと。今日はサイレントだってことじゃない。サイレントっていうのはどういうことですか。黙って、この間の米屋と同じパターンじゃないかと思って。黙って人はちょっと集まる。黙って集めて、でプラカードを掲げてっていう。で、米屋のメンバーに似たメンツが来ると思うんですよ。だいたいね、あっち側の出口のところで待機して、っていう感じですね。今日は安田学園の前で集合って言ってました。安田学園というのはどこですか。安田学園って、ちょっと俺方向があれなんですけど、蔵前通りの辺からさ、ここの公園に沿ってずっとこう、高校です。そこでサイレントでプラカードで。そこがその前で集合して、はい、でプラカードがここに来るのかなって。かもしれないですね。はい、今から自分そっちの生活団の方に向かいます。サイレントでやることにした理由は何かあるんですかね。いや、多分なんかやっぱり追悼式典だからっていうことじゃないかな。要は慰霊祭だし、うん、そういうおいおやるとなんかもうだってもう慰霊祭じゃなくなっちゃうじゃないですか。で、まあ100年前の話だから慰霊祭も減ったけど、はい、本当はないんですよ。本当は、はい、だけど、ね、その雰囲気をぶち壊しちゃったら、はい、はい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 、そうですね、大きい声出して慰霊祭をぶっ潰してると一般人の人たちからの共感も得づらいですからね。そよ風の方に行きたいので、そよ風の方の あっちからね、はいはいはい、
今あの、うん、はい、これも全部安田学園なんだ。あ、そうなんですか。あれ芝北かな。警察が囲んでるのはどうですかね。今ユーチューバーさんと合流して、あ、スタート。公園の周りを歩いて、そよ風さんの追悼式の方に向かっております。入り口一緒だよ、そしたらあの頂点神社の。どういう意味ですか。だから全部そこから入る。中でも分かる。うん。あそこが入り口です。そよ風さんの。安田学園の前ってのは正門前なんですか。そうだと思いますね。おはようございます。許可取ってますか？許可取った方しか私は通ることはできません。ちょっとじゃあ出してもらっていいですか？あ、許可をいただいて。その大臣これに、いや、豊風ってずっと何回もここで告知してんだから、前から連絡取っておいてくださいと。ここで出せないよ。事前に、そうですね。これ以上の回答はできません。あれ、どうやって入る？入れない。そこは朝鮮人霊祭。朝鮮人霊祭は正門から入って、うん、じゃないとあっちには、あと基本的に直接は繋がってないんですけど、今日は。やっぱり違ったところです。その辺にワンサが来るよ。安田、うん、もう一人来てんじゃん。拝んできましたかとかって言われてたよ。私はこれは寿司チャンネルやってますけど、私はあの寿司太郎チャンネルっていうのと、はい、太郎寿司チャンネルっていうのを他に3つ運営しております。寿司チャンネル。皆さん寿司太郎チャンネルのチェックをします。いや寿司チャンネルで今日。寿司チャンネルです。寿司チャンネルで今日の様子を YouTube で上げています。いや上がってます。ライブ。あのライブ。YouTube ライブですか。はい。コメント。寿司チャンネル。来てるけど。来てらっしゃいます。電波が悪い。電波が。Wi-Fi がね。あ、こんにちは。川田さん、安田氏どう？いや、ここ主催者に聞かないと分かんない。写真だけでもいいです。すいません。写真だけならいいですかって。はい、まだ YouTuber は入れないですね。まだだと思います。はい、プラカードを持った方が一人いらっしゃいました。ここだ。黒カードってまだかな。黒カードってゴミ屋で直った黒カード。なんかあずさまりさんを襲ったのも黒カードらしいです。それあずさまりさんのなんかあの YouTube かなんかで見て、あ、Twitter か、はい、なんだあれもお前だったのかって感じで。寿司チャンネルのユーチューバーの方がいろいろ教えてくれています。今日は公安の方がたくさん警備してくださっております。あちらでは朝鮮人追悼式の準備がされております。
あ、バスよ、もう先に来てますから。おなじみのメンバー。あ、お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。体調悪くて、お疲れ様です。ダメ、あのお手伝いかな。バッシーはあの自由に取材するのに、であの右翼側も取材させてくれるのにさ、はい、俺らには取材してねえんだよな。だけだって差別をするわ、差別を。来年YouTuber を差別するな。ノーヘイト。うるさいな、あの野郎。うるさいね、あれね。そこの、切ろ。うるさいんだよ。うるさいぞ、おい。やめさせてください、うるさいですよ。静かに異例ができるのか。うるさいぞ、団徳団徳。そこの、切ろ。うるさいぞ。異例の日だよ、今日は。騒ぐな。ちょっと、これ線じゃないよね。はい、どうぞ。俺しかないんです。取材できない。出身チャンネル。32人ぐらい。私はあのここはいいポイントなんで、しばし、はいはいはい、なかなかいいポイントなんで、そうですね、ここは交差点ですね、多分ね。あ、アブスクかな。機材を守れ、ドットフトボード。これバッシー、バッシー発見。バッシー挨拶してきた人にね、バッシー。いや、でもあれ先生おはようございます。ありがとうございます。
ですね。雨が降ってきました。まだ黒川さん来てないですね。その寿司さん、あの、はい、その隣であった事件というか、そういう芝木隊の皆さんの活動ってどういう内容だったんですか？米屋ですか？米屋、あの米屋がの、なんていうの、ツイッターに書いたことがデートだろって。あ、あれか、あれあれあれ、武蔵野市、そう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 、吉祥寺、吉祥寺のあの、おにぎり屋さんのやつですよ。おにぎり屋さん、いや、おにぎり屋さんっていうか、まあ、米屋なんですけど米屋がおにぎりも、だから宣伝活動の一環で売ってると、はいはい、ただ、ね、おにぎりさんだって、おにぎり屋、おにぎり屋っておにぎり屋をいじめるなんて言うんですバスティもボクシング、バスティ来てくれたらいいよね、渋谷に。バスティ意外とガッチリしてるから、なんか強いと思うよ。バスティ。はい、あのやっぱここで撮ってください。中はちょっと勘弁してください。あのいろいろ我々 の、はいはい、あの頼んだ人だとか、はい、我々側の人が中で撮ってますから、はい、私はだからここはあの交差点なんでいいポジションだから、ここでここはここもやめてくれは言いませんから、はい、こちらですいません、中はちょっと勘弁してください。あ、まあ、ちょっと中の様子を一周ぐらい行ってみたいってのはある。いやいや、いや、それ我々の方が上げますから、はい、大丈夫です。どのように使われるか、あの使われて、まあこれあのライブですので、ええ、あ、うん、だからちょっとそういうことで、はいはい、あの私はどものメンバーもあの撮りますので、撮影隊としていますので、はい、じゃあ、はい、あ、お名刺渡ってみましょうか。これ今上げてるチャンネルはこれあの寿司チャンネルってここには載ってないんですけど、後から載せたから。ただツイッター、はい。そこそこ、そこそこ、この界隈では名前の通った YouTuber では。あ、いいよ。じゃあセッティング入ります。あ、ごめんね。こんにちは。よろしくお願いします。会場に入りました。じゃあ雨が降っているので受付になっております。テント下での受付になります。
どうも。そうですね、ちょっと雨当た、ちょっと当たっちゃったりするんですけど。ありがとうございます。ちょっとこれ乗ってて、墨田区横浜町公園です。白いテントのところは朝鮮人の方の追悼式の受付などがあります。
白い布で覆われてて、スタートが11時半になりますので、一旦配信の方を終了させていただきます。一旦配信の方を終了します。11時半になりましたらもう一度、配信始めます。よろしくお願いします。それでは一旦失礼します。